見るがいい。森の中に一本の朽ちた柱が立っているだろう。あれはかつて神社の本殿だったものだ。風神を祀った大層壮麗な神社だった。ある時嵐の夜が続き、麓の村が洪水で飲み込まれそうになった。村人たちは代わる代わる神社に参り、神に助けを請うた。とはいえ風神とは風を司るもの。水を意のままに操ることはできないのに、どうして洪水を止められよう。それでも風神は死力を尽くして水の流れを変えた。村を守りきった。しかし代償として片目を失うことになった。災難は去り、月日は流れた。村人は一人また一人とこの地を離れた。風神は忘れ去られ、神社もまた廃れていった。けれど風神は氏子を忘れなかった。毎日社殿の傍らに立ち、氏子が訪れるのを待った。来る日も来る日も待った。いくつもの冬が過ぎて、それでも彼は待ち続けた。石段は苔に覆われ、社殿は埃に埋もれていった。壮麗な本殿はやがて柱を一本残すのみとなった。終わらないほど長い年月を神はたった一人ここで過ごした。そして氏子を失ったせいで神たる資格さえ失われた。本当ならこのまま森の中に消えていくべきだったのだろう。だが神は妖怪に落ちる道を選んだ。妖怪となった今ではもはや氏子に福をもたらすことはかなわない。それでも彼は自分の力で皆を庇護したいと願ったのだ。たとえ怪しき姿になろうとも、ずっとこの場所を見守っているだろう。お話はこれで終わりだ。我が数百年はこんなおとぎ話に過ぎなかったのか。何か困ったことでも。何か困ったことでも。時間ですね。さあ行きましょうか。何か困ったことでも。何か困ったことでも。